皆様こんにちは、加護園の野口貴子と申します。あと数日で今年も終わろうとしておりますが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。2018年年が明けましたらば、加護園で新しい企画として貴子の園芸セミナールというのを開催いたします。こちら1年間通して、だいたい毎月開催する無料の講習会になります。費用は一切かかりません。毎月ベゴニアとクリスマスローズを、大体各月ごとに開催する予定ですが、詳しくは年間スケジュールをご覧いただけたらと思います。第1回目はクリスマスローズの冬の管理というテーマで行います。日時は2018年1月の20日土曜日、10時から11時半、1時間半を予定しております。今こんな感じでクリスマスローズが咲いてきておりますが、加護園のハウスですね。加護園の温室はちょっとユニークでございます。3階建てになっていて、今こちら2階なんですけれども、開花するクリスマスローズがこちらに控えております。まだちょっとちらほらというところなんですが、1ヶ月後の1月20日ぐらいですと、かなりこの辺は咲いてくるかと思われます。内容としましては、クリスマスローズとはどういうお花でありますのかというところから始まりまして、栽培方法、そして今月のこの冬の管理の一つとして古い葉っぱですね、古い葉っぱを切っていただく。もうすでにお気になっている方もいらっしゃると思うんですが、古葉取りということの実演もさせていただきます。それから植え替え方法、こちらも皆さんの前で実演をいたします。こちらの加護園の花は原種を除いては全部交配品種は私が交配をして手塩にかけて3年育てて作り上げたお花になります。こんな感じの可愛いお花もクリスマスローズもありますが、全てオリジナルでございます。お花屋さんにもこの時期、これからの時期クリスマスローズが店頭に並ぶとは思うんですが、全てこの温室で作られているクリスマスローズをご覧いただき、たくさんある中からお好きなものを選ぶいいチャンスにもなるかと思います。その後、ちょっと続いてハウスの中をご覧いただき、お好きなお花をあれこれご覧いただくのもよろしいと思います。紫色のセミダブルですとかたくさんございます。全部札が入ってます。一つ一つ何かける何っていうのが入っておりますので、抜いてしないものもあるかもしれませんが、ちょっとこんな札も見ていただくとマニアの方はとても楽しいかなと思います。2018年1月の20日土曜日、10時から11時半になります。貴子の園芸ゼミナール、第1回目はクリスマスローズの冬の管理でございます。まさしく冬のお花の女王ですね。クリスマスローズの季節を迎えますが、皆様はぜひお誘い合わせの上お越しください。なお場所に関しましては、ちょっと寒い時期になります。こちらクリスマスローズなんですが、ベゴニアのハウスの暖かいところで開催を予定しておりますが、ですが、どうぞ暖かいお召し物でお越しいただけたらと思います。それでは皆様、どうぞ良いお年をお迎えいただき、2018年貴子の園芸ゼミナール第1回目クリスマスローズの冬の管理でお目にかかりましょう。ありがとうございました。